原発事故後初めての輸出です。会津若松市で行われたアメリカに輸出する県産の米の発送式。発送したのは極上の会津米天の粒など2種類です。原発事故後アメリカは県産の米の輸入を規制していましたが、今年9月その規制が撤廃となりました。発送した米は来年3月にアメリカで開かれる日本食の展示会への出展が検討されています。